ここが、はい、できてるってことなんだよね。本日の指令はブザー動物キャラ検証せよ。というわけで最初あれだよね、ハウちゃんがなんかツイッターの名前みんな統一してこういう感じでやろうみたいに言ってたのに、勝手になんかケツのとこに絵文字あって、そうこれ何みたいになって、で俺とシュンが俺らもつけようよってなってつけ出したらみんなやりだしたっていう。はいはいはい、じゃあ一人ずつなんでそのキャラクターをつけたのかっていうのを発表してください。自分はハリネズミです。まあ、ハリネズミの理由はもともとトゲトゲのさ、俺髪型だったじゃん。すごいわかる、だからまあまあツンツンしてる感じのね。まあ、それは今なくなったんだけど、僕結構じゃあこれな違う違う、これあんのあんの俺、よくリスとかネズミとか言われるの、小動物で。じゃあリスだしな。いや、違う、ネズミ、ネズミ、あネズミ、ハリネズミのネズミ、ネズミ科で小動物、この中でだって一番ちっちゃい動物だから。でも、ゆうやくんはちょっと違うからね。なんで俺だよこちら逆逆逆知ってた、完全に狙ってたはい、こちらです。ワニですね。やっぱりワニって顎噛む力が本当に強いんですね。あで、まあ、このブザー入った時に俺は気づいたんですけど、顎でいじめられてるんですね。言ったわけではない。言い方悪いな。言い方悪い。なんか写真とかアーシャ撮るときに必ずめちゃめちゃ上向くっていう。ああ、そうかそうか。そっから始まってめっちゃ顎気にするやんってなって。一緒に生きていけばこのいじめも克服できるんじゃないかな。やめろ。でれん。トラです。トラ。ぽい。見て、顔が似てんの。普通に。シンプルにね。あのトラ柄の服着てそうだもんね。確かに。表情なら分かるけど、トラ柄はない。トラ柄はない。はい、僕のキャラクターは、ワンワンです。出た、ワンワンだって。ワンワンだって。ワンワンだって。もう動物界の中で、犬が一番好きなの。で、俺はやっぱ犬に育てられて。ワンワン何か、でもまあ分かるっちゃ分かる。なんかライブの後とかさ、これができなかったなこれができなかったな、なんかああすればよかったなみたいな、そうよく覚えてる。そう覚えなんだ、そう覚えなんだ。じゃあそんな私はこちらコアラですね。宇宙人とか。いや宇宙人じゃないこのコアラアップで見るとあんま可愛くない。いや可愛いじゃん。いやでも俺これ変えた方がいいと思う。このパターンの豚あるから。いや豚ちゃうわ。キツネなんですけれども、いや俺最初本当に迷っててっていうか迷ってたね。何と思う、エビ、え、タコなんでだよ、タコかよ、かわいい。どうしよっかなってこうやって大事したの、したらハウがうんちょっとキツネっぽって、あ、俺だった、もう変えた、あ、俺か、あ、俺か、そうだっけ。そっからもこれと生きていこう。勝手に決められたんだ。あ、そうね。僕はこれです。あらまあ、まあらまあ、それのこと言うよ、やらしい、なぜ知らん、自分で自分で知らんで、めっちゃ知らんもしかしたら変えてもいいかもしれない。まあね、なんかない他に好きな動物。いや、スマートさで言ったら馬じゃあ、馬かな、それで馬でいいの、馬でいいんだね。あ、じゃあ、本当に大丈夫これ、なんかファン減らん。いや、ダメだ、ダメだ、言われたら変えよう、もう一回。そうそう、もう一回熊に戻していいから。あ、オッケーオッケー、多分24時間以内に変えるはい、というわけで本日は僕のやりたかったブザー相関図をやりたいと思います。よっよっ。楽屋のブザーめちゃくちゃ面白いんですけども、まだ見てもらえてない部分が多々あるので、そこを引き出しつつ、ここのメンバーはこことくっついてるよなみたいなのを暴いていこうかなと思いますんで、皆さん要チェック。勝手ながらでもさ、おかしくない、なんか7人いるけど。じゃあ7人います。シュンはいらない。いやいや、いるいる、俺もメンバーや。いやはい、それではブ
ザー相関図始めまーす。出るな、出るんじゃない。ちょっと方針、ちょっと方針。はい、早速始めていきたいと思います。はい、皆さんのね、タレコミ情報をもとに相関図作っていきたいなと思いますんで、まずは誰込んだんですか。このメンバーできてるっていうメンバーが2人いるんですよ。みんなファンに分かってるんじゃないですか。千葉。おお、おお、出たよ。サク。この二人はできてる。もう待ってや、もう断言、できてる。断言、断言、もう断言。意味が分かんないんだよ。この間もなんかあったでしょ、二人で。何？口になんか。あったあった、俺あったあるじゃん。なんかご飯食べに行ったらなんか。じゃあ俺が千葉でこっちがサクだとするじゃん。うん、たらさっくんがこう飯食ってたんですよ。で、千葉さんが普通についてるよっていう。俺、向かい側に来てたんですよ。それは確信犯だ。距離が近すぎるんだよね。近くねえよ、別に。まあまあ、確かにあれはちょっとキュンとはしたな。そんなん、張り込みありますか、なんか。はい、こういうやつ。この前、メンバーだけでご飯会したいっていう話があって、いいね、いいね、みたいになってて、うん、でそしたらなんかシャル君が、いいよ、コペが来るなら。違う違う違う、言えないかよ、ほら。それは言い方がすごい悪い。こことここが、はい、できてるってことなんだよね。なんでだよ、できてる。なんでできてしまうんだよ。あ、はい、じゃあ俺とゆうやの関係性はこちら射程になりました。射程です。分かっておりました。こちら射程ということで。これ射程。ジャイアントスネオみたいな。ジャイアント。ちょっとジャイアント。あ、なるほどね。ジャイアントスネオってことだ。こっちがジャイアントみたいな。ジャイアントスネオ。あの多分ゆうやがそれの。ちょっとストレス溜まってるんでしょうね、はい、あの、シュンがユウヤの射程になる。なるほどなるほど。あーあー、こちら射程となってます。だから伸びたかな、お前が。あの、一応静香ちゃんに公平入れといてください。静香ちゃんに公平。ドラえもんでできてんじゃねえかよ。多分彼ドラえもんだと思います。ドラえもん、はい、おまあ、そしてなんといっても彼と彼、えこの二人、ハウがうるさくて毎回公平に注意されてる。これ楽屋のノリのあるある。コペさ、なんか他の人にはこう優しく、え、うるさいよとか言うの、うん、俺に、おい、黙れよ。なんで俺だけみたいな。いいんだ。あと、この二人かな。俺よくチワ喧嘩してるって感じだな。あ、ほんとね。じゃあだから普通にしてんのになんかいきなり突っかかってる部分は。いや違う、それは問題バッてしてるから。俺がバッて返すの。やばい、出すな。だから終わって返すって。全然かけんじゃん。いや、そういうのじゃないじゃん。出すな、触んなよ、そういうの。やめろって、それダチョウクラブ。わぁ、やめろ、やらせんな。ハグとシュンは、シュンピがやめろよ、やめろよって言ってんのに、なんかすごい喜んで。あ、確かに。どうなってないよ。どうなってないか。確かにあるわ。言わせてもらうと、ハウだけじゃないんだよ、それも。あ、多分メンバー全員でシュン知って、シュンはそれに嬉しくなっちゃう。なんで俺そんなことないじゃん。楽屋とかさ、入ってくるときさ、顔がもう。くださいの顔か。くださいの顔。くださいの顔。くださいの顔。あー。え、この後飯食う？それください。みんなが好きなんだよ。そうだね。あ、要するにリアルマジなんだよ。だってみんなも俺のこと好きでしょ。公平とサクはやっぱ圧倒的にゴールデンペアだから。あ、確かに結構ゴールデンペア。ゴールデンペアだわ。有意なメンバーで連絡取るか。いやいや、ひどいな。いいぞ。説明られたな。俺、公平の分かるよ。ないいやいや、なんか立ち直しちゃう。公平ってさ、結構メンタルガラスやん。あー、あー、メンタルガラスだ。メンタルここね、ガラスなのね。公平に対して何かあった時に、そういう時にやっぱ7人全員が公平に対して、お前大丈夫かと、うん、うん、そうか、もう公平としてみたいな。そう、攻めてきてんじゃん。ここ完全に絆だよね。あ、絆だよ。あ、絆ね。ここ俺らの絆。カタカナね、かっこいいね。かっこいい。だから俺、あの公平励ますときにエッチな声を送って。アウト。
アウト。はい、イケメン。ビバ